今回の動画は簡単にフィルムライクな映像を表現できるプラグイン、デハンサープロというプラグインを使ってグレーディングをしました。気になる方は説明欄、また動画内でも簡単に使い方などもご紹介しているので、そちらもご覧ください。お得なクーポン情報もあります。それでは本編をどうぞ。はい、どうもこんばんは、達也です。突然ですが皆様、青ヶ島って知ってますか？青ヶ島、一応東京都なんですよ。青ヶ島村、東京のね、南の方に行ったらね、ちっちゃい孤島があるんですよ。孤島が、人口もね170人いるかいないかみたいな、もうすごいところなんですけど、そこにですね、実は、1週間ほどちょっとお仕事でなんですけど、行くことがありまして、時はですね2022年去年ですねの9月4日から10日かな、はい、めちゃくちゃ暑い時期だったんですけどに行ってきました、はい、でですね、そちらの映像、まあちょっと仕事の合間にちょっと撮れる時だけ撮ったので、本当はこうすぐ出したかったんですけど、まあちょっと ASMR 的に的な動画はちょっとなかなか撮れなかったので、どうしようかなってこう温めてたんですけど、今回ですね、このデハンサーというですね、まあフィルムエミュレーションっていうんですかね、こうプラグインがありまして、こう映像をね、昔のこうフィルム風にしたり、まあ映画っぽい質感にしたりっていうのをこう、まあ簡単にというか、一つのこうソフト、プラグインでこうできちゃうよっていう、プラグインなんですけども、そちらのデハンサーさんがですね、ちょっとレビュー依頼の方を僕にいただきましたので、これはちょっと青ヶ島の映像と合うんじゃないかなと思いまして、今回ちょっと、デハンサーを使って、色味とかちょっと質感とか作ってみました。はい、なのでその青ヶ島知ってますか、皆さん。本当にあのあれなんですよ、あの世界のなんか死ぬまでに行きたい絶景13選みたいな、なんか世界のねやつのやつで唯一日本で選ばれたのが青ヶ島らしくて、でそっからちょっとまた話題になってっていうところで、しかもね、なかなか簡単にこう日本人の僕らでも簡単にはこう行くことができないことなんですけど、まあすごかったんで、まあ映像でどこまで伝わるかわからないですけれども、まあちょっと僕がおささやき声でちょっと解説を入れながら、あのご覧いただければと思います。はい、ということでそちらの映像を見ていきましょう。せいせいせい。はい、ということでまずは大阪から東京まで飛行機で、行きました。そして、一泊して朝一で今度は東京から八丈島まで飛行機でさらに飛びまして、でそこから青ヶ島まで船で行くかヘリコプターで行くかですね、分かれるんですけれども、船はですね、そもそも青ヶ島までこう出る確率っていうのがね 50% ぐらいしかないらしいんですよ。こう波がもう荒いので、あの辺の海って、だからね、トータルで年間 50% ぐらいの確率でしかこう船が出ないっていうので、でヘリはどちらかというと天候がちょっとぐらい悪かったりしてもまあ飛べるよみたいななんですけど、ヘリって9人しか乗れないんですよ。しかも1日に、1便ですね、1回行って帰ってくるだけっていうのなので、なかなか競争率が高くてですね、で僕は、キャンセル待ち
ということになりました。で、なんとかうまいことキャンセルが出まして、ヘリコプターに乗ることができました。はい、これ今ちょっと間ね、ヘリに乗ってる映像出てると思いますけれども、これがですね、船だと 2,3 時間かかるのかな、なんかそれぐらいかかるらしいんですけど、ヘリだったら実質20分とかかな、まあ30分とかぐらいあれば、八丈島から青ヶ島まで行くことができるっていうね。で、ちょっと怖かったんですよ、ヘリって。なんかあのカプコンのヘリじゃないですけど、なんかヘリって落ちるイメージがすごい植え付けられてるじゃないですか。こうゲームやる人はわかると思うんですけど。で、怖かったんですけど、めっちゃ安定してますね、ヘリコプターって。全然揺れないし、揺れは揺れてるんですけど、そんな怖い揺れはなくて、意外と快適なんだなと思いました。はい。では、こんな感じで、これまあ帰りの映像なんですけど、ちょっと息は取れなかったので、まあ、こんな感じで乗っていきまして、でこちらも、帰りの映像になるんですけれども、これですよ、青ヶ島。もう断崖絶壁です、本当に。これで伝わるかな。すごいんですよ。あの、浜辺とかないですよ、砂浜とか。本当にたどり着けないんですから、ここにみんな。見てください、これ。で、今ちょっと見えてる、ちょっと建物があるあたり。まあ、あのあたりにちょっと人は住んでるっていう感じで。でも、それ以外はほぼね、もう住んでないです、ほとんど。はい、こんな感じです。ね、すごいでしょう。これ言ったら火山の上だけがこう見えてる状態ですから、こう下がね、海の中にこう沈んでるわけで。すごいですよね、本当に。ここに行ってきたわけです。で、このヘリポートにたどり着くという感じですね。ちょっとここもね、うまく撮れなかったんですけど、これ帰りなんですけどね。ヘリが今やってくると思うんですよ。左の方から。あ、来ましたね、来ましたね。あんな感じでボワーって降りてくるわけです。で、ヘリがね、飛ぶときはこんな感じですね。結構安定してるでしょ。このね、ヘリコプターに乗るっていうことだけでもね、結構貴重な体験だなと思いました。あんまりないですよね。普通に生きてて、こうヘリに乗るのって。こうすごいでしょ。こんな感じでバーって帰っていくわけですよ、あれ。で、僕たちはですね、まず、ビジネス宿中里さんというところにですね、こう荷物を、置いてですね、まあその前に僕は郵便局で先に荷物を送っておいたので、郵便局で唯一一つだけある郵便局ね、で荷物を受け取り、ビジネス宿中里さんでですね、荷物を置いて、ちょっと散歩とかしました。猫ちゃんはどこにでもいますね。僕が寝ていたのはこの離れみたいなところで、なんか沖縄の建物っぽい感じですよね。やっぱ風とか強いからかな。はい。虫とかね、苦手な方いらっしゃいますか？僕は虫とか本当苦手なんですけど、あの、雲とかね、手のひらサイズの雲がそこら中にいっぱい歩いてます。あの部屋の前、外。まあ、部屋の中にはヤモリがたくさん上に張り付いてたりとかですね、クモもいっぱいいますし、寝転んでたらヤモリが上から僕に降ってきたりもしました。で、そもそもですね、青ヶ島には多分宿がね、4つとか5つとかは一応あるのかな。まあ宿って言っても民宿ですね、本当に。そのホテルとかはもちろんないですし、こう人様のお家をこうちょっとお借りするような感覚だと思うんですけれども、そもそもこう宿の予約をしないとね、青ヶ島にはこう入ってきちゃダメだよみたいな感じではあるらしいんですね。なので、しっかり宿を取ってからね、皆さん行っては欲しいんですけれども。で、宿もまあ少ないですし、こんな景色ばっかりですよ、本当に。人とすれ違わないですからね、そもそも。こちらにお店があるんですけど、ここでしかもう物は買えないです。ジュースだったり、お茶だったり、パンだったりね、お菓子だったりとか売っている、まあちっちゃいコンビニ、まあ駄菓子屋さんのちょっと大きいバージョンみたいな感じですかね、雰囲気的には。ここが空いてる営業時間内に一
行くことができない場合はもう何も買うものがありません。まあ、自動販売機はちらっと宿の前とかに、ね、あったりは、まあ、もちろんするし、こう宿の中でもね、ちょっとジュースとかお茶とか売ってたりもするんですけど、基本的にはお店は一つしかなくて、ここで買えないともう買うところはないという感じで。で、これちょっと見てほしいんですけど、これ普通になんか道歩いてたら、このなんか家の塀のところになんか生えてたんですけど、こんな見たことあります？僕生きてて、大阪で生きててあんまこれ見たことないんですけど、なんじゃこりゃってなって、ちょっと見た目気持ち悪いですよね、これね。これなんかね、ハマユっていう、ハマユの実らしいです。ハマユの実。なんかね、若干毒性があるとかないとかなんで、こう、食べたりするのは良くなさそうなんですけど、ちょっと見た目面白いですよね、これ。びっくりして、なんじゃこりゃってなって。あんまり都会とかでは見ないですよね。田舎とかだったらあるもんなんですかね。僕は初めて見ました。これも面白かったですね。はい、それではね、少しのどかな風景をお楽しみください。こんな感じですよ。いや、でも暑かったですね。本当に。9月のまあ、中旬ぐらいですか。すっごい暑かった。もう1週間でもう真っ黒になって帰ってきましたからね、僕。めっちゃ白かったのに。日焼け止めめっちゃ塗っても真っ黒になって帰ってきました、本当に。でですね、ちょっと時間空いたので、小山展望公園っていうところに登ってみようということで、まあ、本当にね、もう青ヶ島って坂ばっかりなんですよ。坂ばっかりなんですけど、これもやっぱ登っていこうということで、テク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 登っていきました。で、まあ、どれぐらいかかったかな ?40 分とかかな ?3、40分かかったのかな、まあ、暑いんでね、ちょっとゆっくりゆっくり登っていきましたけども、途中もね、まあ、どこも似たような景色ばっかりなんですけど、で、なんかこう、あ、上のなんか登ってきた感じ、登ってきた感じするなぁと思ってですね、登り切ったら、はい、この景色ですよ。これが青ヶ島ですね。二重カルデラって言うんでしたっけ？外輪山と、内輪山っていう形で、この火山のこの、言った噴火口っていうんですかね。この外の外輪山と、中にももう一個ちっちゃいね、この、ポコッとしたところがあるっていうのがこう特徴らしいんですけど、この景色は本当に僕はもう多分、もう死ぬまでに、見ないんだろうなと思いました。本当にこれで最後だろうなと思って、まあ、来ることないですからね。なかなか簡単に来れるところでもないですし、すごいですよね。こうやってね、一応道とかもちろんこうありますし、こう建物とかもちらほら見えるとは思うんですけど、基本的にはここには人はもう住んでないらしいですね。昔はなんか住んでたらしいですけど、やっぱ危ないんでしょうね。では次行ってみましょう。はい、それでは簡単にこのデハンサープロというプラグインの、がどんなものなのかっていうのをちょっとだけ説明したいと思います。はい、まず僕はですね、 BMPCC4K を使っているので、これをまずね、ちょっと薄い絵になっちゃってるので、これをしっかりちょっと見れるようにカラースペース変換というのをかけて REC709 という状態に戻します。でですね、僕はこの後ミッドディティールというのをちょっとね、こう上げるんですね。これをするとね、ここですね、はい、ここピーって上げるとちょっとね、景色とかはこういい感じにくっきりしてきて、僕はいいなと思います。はい、で、次テハンサーを入れちゃいます。もうこんだけの濃度でね、結構いい感じにできちゃいますから。はい、テハンサープロを入れて、はい、これですね、いろんな項目がこの中に詰まっています。フィルムっぽくするための項目がいろいろあるんですけれども、まあ、本当に詳しい使い方を知りたい人はデハンサーで調べてみてください。いろんな方がご紹介してますので、はい、僕は簡単に、本当に簡単にいきますね。これね、フィルムをね、選ぶことができて、どういうフィルムで撮ったかみたいなのを選べるんですよ。それをこう、エミュレートしてるのかな。はい、なんか有名なやつとかあるらしいんですけど、僕はこのコダックエアローカラーっていうのかな、
125、これをですね使いました。これが好みでしたね、僕的には。はい。であとね、いろいろあるんですけど、このプリントっていうのがね、なんかフィルムをこう現像する時の設定みたいな、こんなところまで選べるんですけど、こう現像とかわかんないですよね。だから本当に感覚でいいと思うんですけど、僕はこの富士フィルム3513プリントフィルムっていうのがいい感じだったので、これを入れました。はい。でこれをですね、ちょっとまだこのままではなんか薄いので、コントラストガーンって上げてですね、これだけでももうなんかフィルムっぽくなったと思いません？結構いい感じに質感出てますよね。これ切るとこんな感じなんですけど、こんな感じでもうこれだけでもいい感じだなと思うんですけど、はい、ちょっとこの辺こうカラーデンシティっていうのかな、これ上げるとなんか中間の色がちょっと持ち上がるんですけど、これちょっと上げたりとかして、でですね、あと大事なのがフィルムってなんかこうこの辺ちょっと寄ってみればわかると思うんですけど、今のカメラってこう結構つるっと撮れるじゃないですか。でもフィルムってこうこれ押すとほら粒子、フィルムのこの粒子が入るんですよね、ザラザラ。これを入れてあげることによってね、よりフィルム感が出ます。これもいろいろ設定があるのでいろいろ変えられます。はい。で次なんですけど、この辺見てほしいんですが、このハレーションっていうのを入れると、はい、こんな感じでこれなしあり、なんかこの明るいところのこの縁がね、ちょっと赤っぽく縁取られるみたいな感じになるんですけど、これもフィルムっぽさですよね。これ入れるといい感じなんですよ。これめっちゃいい感じで、押すだけでいい感じに入ってくれます。これもいろいろ設定はもちろん変えられます。で次ブルームっていうのがあるんですけど、これをポンと押すと、はい、ポンとちょっと明るくなった感じありますよね。これはね、明るい部分、主に明るい部分のなんかこう光がこう柔らかくなって、ちょっとボワーンってする感じ、こうふんわりした光にこうボワーンってなって広がってくれるっていうの、これがブルームっていう機能で、これまたいい感じに入ってくれるんですよね。はい。他にもね、なんかフィルムってさ、こう揺らぎがあるから、ちょっと明るくなったりね、一コマ一コマ明るくなったり暗くなったりとかもあるんですけど、そういった機能とか、このフィルムの揺れね、このゲートウィーブっていうのかな、揺れをこう再現してたりとか、あとはビネットとかね、いろんなこう突き詰めていけば本当にフィルム感をこう詰めていけるこうプラグインになってるので、こういうのが好きな方はね、こうちょっとエモいっていうんですか、今の言い方で言うとちょっとエモい映像にこうしたいなみたいな時はですね、ぜひですね、こんな感じで、はい、やってみてください。はい、いい感じですよね。これね、十分フィルムっぽさ出てきてると思います。はい。で僕はですね、この後ちょっとフィルムっぽさ自分で出すために、さらにこう黒の部分をちょっと再度下げたりとか、まあ後で僕はシャープをかけたりとかで、色収差をあえて出すとかねしたりすることもするんですけど、まあ今ちょっと省きますが、本当にこれぐらいでね、全然これだけのフィルムっぽさを出すことができるので、で本当にこれも別になくていいんで、ミッドディティールとか、で本当にカラースペース変換を僕はかけたのでこれありますけど、この辺なしでね、ほとんどこの一つのノードでこの中だけでこんな風に作ることができるので、僕はすごい面白いなと思いましたし、これ突き詰めていけばもっともっとフィルム感出せると思うので、ぜひ興味ある方はですね、説明欄から、チェックしてみてください。見ていっぱい出ましたけど、で、10% 引きのクーポンもありますので、気になっている方はそちらも、チェックしてください。そちらも書いてますので、はい。ということで本編に戻ります。ちなみにですね、やっぱ青ヶ島は天候もやっぱ変わりやすいみたいで、今こう一部だけすごい雨が降ったりしてるんですけど、わかるかな、めっちゃここだけ雨降ってるんですけど、でこうやって虹とかもパッ出てね、あ、なんかすごいなって、こう自然をすごくやっぱ感じましたね。ただそれと同時に、なんか今ってやっぱスマホがあるじゃないですか、ここ本当お店もないし何にもないっていうこんな場所なのに携帯電話が使えてしまうので、なんかこう自然を感じるとともに、あ、今もうスマホさえあればどこにいても一緒なんだなと思いました。こう宿に帰って YouTube を開き、 Netflix を見ることもできるし、この今
だからこそこういうことができるんだなと思いました。だから携帯電話がない時代に本当青ヶ島なんか来たら大変だったと思う、みんな。本当に今はもう携帯電話があるからね、どこ行っても一緒っちゃ一緒だなと思いましたね、うん、で次はですね、これなんて読むんだろう、巫女の浦展望広場かな、巫女の浦展望広場、うん、だと思うんですけど、こちらに行ってきました。島唯一のこう信号があるところからちょっとこう歩いていったら、行けるんですけれども、まあここもね特に何かあるっていうわけでもないんですけど、すいませんね、ちょっとあのブラックマジックデザインのカメラには手ブレ補正がついていないので、ちょっとこう後で手ブレ補正かけてるのでグワングワンしてますが、ちょっと画面用意したら申し訳ないです。でもこんな感じでね歩いてって、こちらも民宿なんですかね、なんか多分ここはやってないっぽいですけどね、車とすれ違うのもね珍しいです。でこれなんか置いてあって、佐々木なんちゃらなんちゃらさんのなんちゃらだと思うんですけど、ちょっとごめんなさい僕全然わかんないんですけど、ちょっとあの調べてみてください、これあの文字で書いておきますので。はい、こんな感じで歩いていきまして、まあ、ここが青ヶ島本堂ということで、一番のメインロードですね、これね。一番都会です、これ。青ヶ島の。はい。こんな感じで歩いていきまして。で、ここがあれかな、ガソリンスタンドと、ちょっとだけ見えてる、あの、車止まってたところが、あの、お店ですね。まあ、スーパー的な、コンビニ的なことですね、青ヶ島でいう。はい。で、このまま、まっすぐ、あちらに歩いていきます。こういう道もね、こういろいろ分かれてるんですけど、本当に坂が多いですよね。で、歩いていきますと。とね、すごい景色でね、こんなんなんですよ、横を見たらね。こう歩きながらこう横見るとこんな感じで。で、ぼちぼちと歩いてきまして、巫女の浦展望台ですかね、展望広場か、巫女の浦展望広場でしたね、ごめんなさい、に到着しましたというところですね。これね、ほんとね風が強くて、これなんか映像で見るとね、なんか寒そうに感じません、これ。寒そうに感じると思うんですけど、めちゃくちゃ汗だくですからね、これ。むちゃくちゃ暑い、なんか湿度がね結構高いかったと思います。本当に。はい、こちらですね。こんな感じで、もう何を見るっつって、海しか見るもんないんですけど、到着しました。で、高速からこう下を眺めるとですね、本当に断崖絶壁ですね。断崖絶壁を見ることができます。これはこれですごいなと思いました。あんまりこんな景色、生きてて見たことなかったんで。なんかすごいところに来たなとこれまた思いましたね。で、まあ夕方になりまして、こう空も綺麗だなとか思いましてね、自然を感じておりました。この夕日もねすごく綺麗でした、綺麗でした。はい、これはあの民宿の、屋上から撮りました。めっちゃ綺麗でした。で、こう月も出てきまして、夜がやってきました。これ見てください、これ。ちょっとね、これ7時とかだと思うんですよ。時間的には。6時台とかだったと思うんですけど、めっちゃ暗いです、マジで。めっちゃ怖かった。こう37歳、36歳か、まだ36歳の時か、これ。36歳でね、この夜歩いてて怖いってあんま思うことないんですけど、マジのマジで何にも見えなくて、めっちゃ怖かったです。でもこうちょっとね、星がこんだけ暗いと星めっちゃ見えるんじゃないかなと思って、こういろいろ歩いていこうと思ってね、またちょっと海の方に
歩いていきましたが、まあ、こんな感じですね。星もまあ見えるけど、なんかそんなめちゃくちゃ星見えるって感じでも意外となかったんですよね。これなんでなんだろう。まだ若干空が明るかったからかな。何よりもね、この風の音とね、この空より暗いわけですから地面が。これ見てわかります？空の方が見えてるでしょ今。雲見えるけど下見えないじゃないですか。マジでね、何も見えないんですよ。こうスマホのライトで照らして歩いていったんですけど、こうやって消すと、もう本当の真っ暗闇で、ただただこの風のさーっていう音が聞こえてきてね、大の大人が言うのもなんですけど、怖くて怖くて、結構すぐ帰ってきました。はい。で、次の日なんですけれども、これ朝ですね、八丈島が見えていました。こう晴れてるとね、こういう風に八丈島が見えるらしいですね。で、八丈島だと思うんですけど、これ違うのかな？でも一番近いのが多分八丈島だから、方角的にもきっとそうだと思います。はい。で、今日は、大トンブですね。こういう字を書きますけれども、大トンブに登ってみたいと思います。はい、これある程度、まあ、大きい、ちょっと広い道をね、ずっとこう、まだ車が通れるようなところを歩いていくと、こんな感じでちょっと細くなってきまして、で、これでどん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 こう山の上にね、こう外輪山の上に登っていくわけなんですけれども、まあ本当に人気もないですし、お昼でもね、怖いんですよ、これが。まだここはそんなに怖くないですけど。こうやってぼちぼち歩いていきまして、で、あ、なんかちょっと道が変わったところに出てきたなっていう感じでこう、出ていくと、大トンブ遊歩道、こっちですよ、みたいな看板がありましたので、こちらに歩いていこうと思います。車両進入禁止って書いてますけど、これ道なのって最初思いました。これ、この道に見えますか？こう。そもそも車両進入禁止って無理でしょ、これ。ここ車で入っていこうと思わないですよね、これ。歩くのもこれ大丈夫かなと思って。で、入っていきました。はい、ちょっとね、画面用意するかもしれないです。その辺はちょっと申し訳ないんですけど、もうこの時点でね、もう虫とか、虫の声とか、すごいし、もう僕ほんと虫苦手なんで、もう内心こう、ヒーとか、ふわーとか言いながらこれ歩いてました、必死に。ほんとはもっとカメラを、もうちょっと頑張ってね、揺らさずに歩こうと思ったんですけど、もう怖くてね、虫がね。でもこれはまだ序の口でした。曲がるとね、はい、見えてきました。なんか鳥居があるんですよ。まあ、結構暗いでしょ、これ。もうこういうとこ入ると結構暗くなってきて、怖いんですけど、もう雰囲気やばいんですよ、これ。なんかね、普通にこれ、お昼ですよ。1時とかですよ、多分。なんか出るんじゃないかなって思うんですよ、これね。はい、こんな鳥居がありました。はい、これ東台所神社かなと、なんかこう台所って書いてある、なんかご飯とかのなんかそっち系の神社なのかなとか思ったら、東大所神社っていう読むらしいんですけど、なんかねここ雰囲気、いやすげえな、怖いなと思ったんですけど、なんかね後で調べたらね、なんか何人か人をこう殺めて、そしてなんかちょっと自害してみたいな話がなんかちらっと出てきてですね、ちょっと後で怖くなりましたけれども、なんかそういうのにまつわる何か神社みたいな噂か本当かない、僕はちょっと詳しいことは分かんないですけど、まあ調べてみてください。青ヶ島のことね、この東大所神社で調べたらいろいろ出てくると思うんで、気になる人はちょっと見てみてください。はい。で、その横のね道、こう階段があるんで、こっちに行くと大トンブに行けるということで、この階段をまたぼちぼちと歩いていくんですけどね、またここも怖いんですよ、本当にいろんな意味で。もう風がねめっちゃ強いから、その風の音って怖いんですよね。なんかもうヒューとか、なんか声に聞こえたりとかもするし、
で昼間なのになんでこんな暗いのって本当ね思うんですけど、虫も虫で結構いるしね。で足元もねその階段にはなってるんですけど結構急だししんどいしちょっと滑りそうだし、この苔が生えてるっていうんですかね。でこんな感じで行くんですけど、なんかねジブリの世界に入った感じしますよね。あもうガクンってなってますね。これ結構僕息切れてます。これここまででも結構登ってきてるんで暗いでしょ。これこんな感じで登っていきます。でもうちょっと登るとねこんな感じでちょっと開けた感じになってきたんですよ。さっきまでなんかこう山の中木に囲まれた感じだったんですけど、ちょっと景色が開けてきたっぽいなっていうところにたどり着きまして、でここからまた細いこの道をね歩いていくんですけれども、もうねこの辺からねもう草というか木というか葉っぱというかこれ何かわかんないですけど、これすごくてここら辺はなんか虫飛んできてウィーって僕なってますけど、これ蝶々ですかねガですかねってわかんないですけど、こんなにもビビるわけですよ。でもこの葉っぱがもう足とかにめっちゃ当たってくるし、首とかにもなんかね当たってくるし、これきつかったです。僕にはこういうのが苦手な人にはね。でここを抜けるとやっとこう階段が見えてきて、こう登っていくわけです。すいませんブレブレで。で登り切った先にこの景色ですよ。これは本当に絶景って言うんだろうなと思いました。すごいですよね。あの展望公園のとこからの景色もやっぱりすごいんですけど、こっちの方がやっぱりなんかねちょっと高いのかな。やっぱりほぼ高さはそんな変わらないと思うんですけど、こっちからの景色がねすごかったです。この辺は何をしてるんでしょうかね、この施設というか工場というか何なんでしょうねこの辺りはね。まあ何かお仕事してらっしゃるんでしょうけど、こちらもねなんかビニールハウスだったりするのかな、あれねなんか育ててたりするのかな、がちらほら見えました。で上からねポツンとこうちっちゃい船が見えまして、あら何か魚でも釣ってるんでしょうかね。あんまり船もね穏やかな日しか本当に出られないらしいので、なかなか見れない景色かもしれませんね。で上からこうヘリポートだったりね、こう自分が泊まってる宿だったりがちょっと見えました。あの辺が言ったら青ヶ島の一番の都会なわけなんですよこれが。はい、すごいですよねこの景色も。はい、まあ、こんな感じで僕の青ヶ島への旅はですね終わりを迎えるわけですけれども、まあ、旅っていうか、まあ、仕事で行ったんですが、まあ、本当に貴重な体験をさせていただいたなと思ってます。もう二度と行くことはきっとないんだろうなと思いますね、本当にね、うん、あとね一つそうだ面白いのがね、見てくださいこれ品川ナンバーなんですよ。これ品川区なのこれ、品川ナンバーなのこれ、面白いよね。それがなんかすごい良かったですねそのギャップが。はい、はい、でまたこうヘリコプターに乗って八丈島へ戻っていきます。これ最初にも見せましたが本当にすごい映像が撮れたなと思います。もっとじっくり撮りたかったけどなかなかね、本当はこうもっと ASMR に使うマイクとかそれ用に機材とか持っていきたかったんですけど、ちょっとそういうわけにはいかなくて、まあ、なんとか撮ってきた映像が今日ご覧いただいた映像です。まあ他にもねちょっと全ては全部見せているわけでは見せられたわけではないので、なんか別の動画として全部記録として残しておこうかなと思いますので、もっといろいろもうちょっと細かいところまで見てみたいという人はですねそちらに飛んでいただいて、まあ説明欄とかにいつか載せると思いますので、この動画が上がる頃にはまだちょっとアップできてないかもしれないですけど、はい、アップしておこうかなと思います。はい、八丈島がこれ見えてきまして着陸して
八丈島に着いたって感じですね。八丈島も本当はちょっとね、探検とかしたかったですけど、なかなかそんな時間もなく、そのまま、また飛行機に乗って東京へ戻り、大阪へ帰ってきました。はい、ということで見ていただきましたけれども、いかがでしたでしょうか。行ってみたくなりましたか。おそらくこう青ヶ島の方もやっぱり新たにね、人も来てほしいっていうのもあるだろうし、もっともっとね、こうなんか気軽に行けるようになったらいいなと思いますし、でそうすればもっと盛り上がってね、島民の方の人数も増えてとか、盛り上がってってなると思うので、まあ行きたい人はですね、ちゃんとこうチェックしていただいて、でちゃんといろいろ調べてから行っていただくのがいいかなと思います。はい、で今回このちょっとだけね、デアンサーの使い方もちょっとだけ入ってたと思うんですけど、今回の映像でね、デアンサーいいなって思った人はそちらもチェックしてみてください。はい、ということで、また次回の動画でお会いいたしましょう。それではおやすみなさい。バイバイ。